スペイン語訳聖書などでも広く使われている。レコンキスタの高まりの中で1492年以降追放される前は多くのユダヤ人がスペインに住んでおり、彼らはユダヤ教聖書をスペイン語、またはラディーノ語へ翻訳していて、例えばエイリ中世カスティーリア語のアルバ聖書などである。また、スペインを去った彼らがフェラーラ聖書を作っている。 レーナ・バレラ版聖書最初のスペイン語聖書、レーナ・バレラ版は、シプリアーノでバレラが作り、カシオドロでレーナが改訂した。ビブリア・デル・オソとも呼ばれた。これは、プロテスタント運動と関係があり、1569年にバーゼルで出版された。英語訳聖書の歴史に照らせば、ジェームス・オーバン聖書に例えることもできる。カトリックのスペイン語翻訳は1280年頃、 完成して、その後いろいろあったが、1825年には、ビブリア・デ・パトスコ、ワイトレス・アマットと呼ばれる版が完成して、これは、ヒエロニムスのブルガータ聖書からの直訳で、英語訳聖書の歴史では、ドゥアイリームズ聖書に相当するとも言える。その後、1944年、1947年、1951に改定されて、今日に至っている。 エルサレム聖書のスペイン語版が1967年に出版され、1973年に改訂されて、広く使われている。ラテンアメリカ聖書は、第三世界の人でもが理解しやすいような、平易な言葉を使い、わかりにくいところは、詳しい解説をつけて企画されたもので、聖クラレチアン宣教会のベルナルド・ユロが1960年に翻訳を始めて、 1972年に出版された。後に英語訳、中国語訳、タガログ語訳などが出版された。メシアニック信仰の人々によるスペイン語翻訳が2012年プエルトリコで出版された。ありがとうございます。